はい、こんにちは、ブルホスです。今日もね、バイオハザード4をやっていこうと思います。前回エイダーザスパイをクリアしまして、シカゴタイプライターもね、使えるようになったというところですので、今回からは、この、ニューレコードクリアしたゲーム2周目というところでね、スペシャルコスチューム2を、スペシャルコスチューム1だ、2は違う、2の、アシュリーは全然可愛くないから、本当に可愛くないから、じゃなくて、ということで、まあ、普通にね、バイオをまた、ただただ、最強の武器で進んでいくってだけなんですけど、まずはその、あれちょっと待って、ロケラン買えないのしかし、これ、お金。で、一応その100万で、やっていくんですが、とりあえず、普通にプレイします。普通にプレイするって言ったら、普通にプレイって言ったら面白くないね。まあ、普通にプレイするんだけど、何かっていうと、その、まずロケラン手に入れて、で、その後シカゴタイプライターを手に入れて、で、その後に、なんだっけ、だから要はこれまで僕をいじめてきたやつらっていうのをボコボコにするっていう回、かつ、まあ、いつも通りの雑談をね、ちょっとしながら、進んでいこうかなと思います。で、ムービーに関しては、もうね、これまでの、1周目の時に、皆さんと一緒に見てきたんで、まあ、気になるという方はね、ぜひね、そっちのパート、ワンの方ね、見てもらえたらいいかなと思います。だからどうしようかな、これ本編の続きとしてやるから、パート何本になるかわかんないんだけど、まあ、一応目安としては、まあ、チャプター3の1とかね、3の3とかは、ちょっと長かったりするんで、区切ったりするかもしれないけど、基本はチャプター1個ずつで区切って、進めていくっていう、そんな感じでね、やっていこうと思いますんで、雑談ね、しながらね、また楽しんでください。で、ロケランでどんどんぶちかましていく、シカゴタイプラーで蜂の巣にしていくっていうね、快感を、皆さんにもね、お見せしながら、そして僕も味わいながら、エクスタシーを覚えながらね、やっていこうというふうに思いますんで、まあ、ゆっくりしてって、ちょっとしたラジオ感覚みたいなね、感じで、何かこう、作業をしながらね、ぼつぼつ見てもらえたらと思います。別に、なんかスーパープレイが飛び出すとか、なんか、見てて気持ちいいとかそういう感じのもの、見てて気持ちいいか、どんどんロケランでボコ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 芝居とるから、で、くるっと振る。まあ、武器が強いからっていうのもあるかもしれないけど、やっぱり、初期の頃からすると慣れたよね。アイテム特になしと。で、ちょっとでも小銭稼いで、ささと100万を貯めていきたいと思いますんで、だから多分、チャプター1の2で初めて、武器商人が出てくるところで100万を貯めた状態でロケランに変わるっていうのがあると思うので、残念ながらね、ロケランの旅とか言っときながら、コンパートに関してはロケランは手に、はい、ロケランを使う場面は一個もないというところになると思うので、そこだけご了承いただけたらなとは思います。はい、で、まあ普通にサクサクって言ってきて、まあこいつ助けたところであんまり意味はないとは思うんだけどなぁ。ちょっと待って、まあ普通にプレイしておくかね。そうそう。で、まあね、もう例のごとくまた筋トレ図の話って、筋トレの話になっちゃうんだけどさ、なんだろう、普通にやっててさ、最近気づいたことなんだけど、結構頑張ってんすよ。朝5時に起きて、で、筋トレしてとかって、普通に頑張ってるんだけど、なんかね、最近分かったことが、残念なことに、俺、4パックだわっていう、多分4パック。うん、もしかしたら単にトレーニングが足りないから、普通に、4パックのままなのかもしれないけど、結構ね、腹はち切れるくらいね、筋トレやって、もうかれこれもう2年3年、まあ3年はいせか2年くらいとか経ってるんだけど、にもかかわらず、なんかね、未だに割れないっていうのがあるか、そう割れないっていうか、脂肪があるから、その、表に立っては見えないけど、そうなんて言ったらいいんだろう、触った時にさ、ボコボコしてるかどうかっていうのはわかるじゃないですか。そのボコボコ感が、まだね、ちょっと感じられないっていうところがあるんで、ということは、俺はもしかしたら、もう4パックなのかもしれないって思って、それだと、いや、しゃっくりした。だとしたらね、だいぶショックなんだけどね。まあ、4パックは4パックでね、いいことがあるんですよ。何かって、シュワちゃんを目指せるって、アーノルド・シュワルツネッカーを目指せるっていうね。実は、シュワちゃんって、
アーノルド・シュワルツネッガーって、まあ、ターミネーターなんかでね、あの裸を見たことある人いるかもしれないですけど、まあ、もともとはね、超すごいボディービルダーで、実はその映画俳優でもなく、それからロサンゼルス市長でもなく、あ、違う、カリフォルニア州知事でもなく、うん。あの、実は、ボディービルダー出身の人っていうところなんですが、まあ、4パックなんだよね。まあ、あんだけごつい体をしてるんですが、まあ、4パックなんですよ。ことはもうね、僕がね、4パックで憧れる存在として目指すべきは誰かって言ったら、もう、シュワちゃんしかいないよねっていう話なんだよね。そう、シュワちゃんを目指していく。そんな感じっていうところかな。やばい、咳が。うん。そう。まあでもさ、やっぱり自分のなんて言うんだろうな、ちょっとずつその体の変化、大きくなってきてる部分もあれば、ちょっとずつそのなんて言ったらいい、脂肪が落ちてきてるかなって思うところもあるけど、まあ、相変わらずちょっとね、なんて言ったらいいんだろうな、足がやっぱりいまいちね、そのトレーニングするとなんか酸欠になるのかわかんないけど、気持ち的にあんまり実は上がらなくて、まあ、足トレが一番しんどいっていうのもあるんだけどね。まあまあ多くのねトレーニーの中で上半身ばっかり、特にその女性の人とかは内ももとかね、スクワットとかをよくやってる姿とかっていうのはあるけど、まあ、あの男の人の中にはやっぱりその上半身ばっかりをこう鍛え上げるっていうタイプの人もいるんで、あの上半身と下半身のそのバランスが悪くて、なんかなんて言ったらいいだろう、なんか下半身はお姫様みたいなね、あの脆さみたいなのがあったりしてるんですけど、ほいほい、あ、これ使うよりはお金のこと考えたらやらない方が良かったかな、なんかミスった気もする。まあいっか。後ろは特に来てないかな。そうそう。だからまあ普通にね、一応その全身やっぱりあのまんべんなく綺麗に鍛えていかなきゃいけないかなっていうのはあるんで、あのとりあえずはやるけど、あでもやっぱり早めにその体力尽きちゃうっていうところもあるし、あぶれあぶれ。あちょ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 。ここで切り刻まれたら2周目が情けない。キーゼロ距離、さすがに死んだよ。キー、あ、終わった、早っ。ああ、ラカンパーナ、お疲れ様でーす。デネモスケイルノス、よっしゃ、じゃこのままルイス救出のところまでささっとねやってっちゃいましょう。で、そうそう。だからさ、まあ、結局はその4パックだなんだって言ってもさ、あの、結局目指すところはもう僕、だからさ、なんか、前も話したことあるけど、なんか筋トレやってる目的って何なのみたいな話ってさ、よくあるじゃないですか。何目指してんのとか、別に目指すもんなんかねえよって思うね、自己満足だよっていつも思うんだけど、まあ自己満足の他にどういう理由でその筋トレをやってるのかっていう話をすると、僕は普通にあの娘にモテたいからっていうのと、家族をいざという時に守れる体でありたいからって、この2つ、うん、っていうだけ。他になんか理由いるっていうのを、さ、なんかさ、その筋トレってでもさ、趣味じゃん、趣味なわけですよ。その趣味でいろいろごちゃごちゃ言われるのってなんか、ね、まあそんなのをさ聞かれてさ、もっともっと聞いてっていう人ってあんまいないと思うんだよね。だって趣味でお菓子作りしてますとかさ、なんか物作りしてますとかさ、なんかいろいろこんなことあんなことやってますっていうこともさ、で何目指してんのとかって言われたら、お菓子作りして何目指してんの、パティシエになるわけじゃないのになんでお菓子作りなんかやってんのとかって言われたら、ムカーってなるじゃないですか。小説書いてますって、え、作家になるわけでもないのに小説家目指してんのとかって言われたらさ、ヌワーってなるじゃないですか。それと一緒、別にボディービルダーになろうとかフィジークの選手になろうとかっていうことを思ってるわけでもないのに、何目指す目指さないか関係ないじゃん。普通にボディメイクしてるだけなんだよね。だって将来長い、だってさ、100年時代でさ、100年時代でさ、70歳までしか健康な体でいられないで、残りの30年間、もうなんか、あの、ずっとベッドの上で寝たきりですっていう体のままいるのと、あの、95歳まで、あの、ね、元気で、で、95歳から100歳まで、ちょっとまあリハビリをしつつ、でも自分の足で歩けますっていう、残りの5年を過ごすのとだったら、どっちの方が人生を謳歌したときに、まあ、結局死んだら元も子もないんだったらさ、いいかっていうことを考えて、普通に考えて、後者の方がよくねって思うわけなんですよ。だから、今のうちに体をいじめ抜いて、で、あの、
マッスルメモリーっていうのがあるんですよ。マッスルメモリーって何かっていうと、その筋トレをした時にその筋肉のその何て言ったらな、その合成というかそういうのが残っている期間っていうのがどのくらいかっていうのをなんか調べた実験があるらしくて、10年残るらしいんですよ。うん、まあそれ以上残るのかもしれないけど、一応その実験の中ではいろいろ調べてみて、10年間はその何もしなかったとしても、その筋肉の多少の衰えはあるけど、ちょっと鍛えればすぐに戻るとかっていうのは あるんで。なんかマッスルメモリーっていうのはすごい大事だから、鍛えて、僕はもうすぐ30になります。30になったら、今ここでピタッて、もしね、鍛えるのをやめてしまいましたってなったとしたら、40歳まではなんとかなるわけなんですよ。それってすごくないと思うんですよ。で、10年の差って結構大きいんですよね。まあ、20から30って身体的なその成熟っていうよりは、どっちかというと知識とか経験の方になるけど、30から40での、その加齢による筋肉とかね、の衰えとかっていうのは、まあ恐ろしいわけだから、それを考えたら今から30歳でボディメイクをしておいた方が、ね、まず間違いなく、今何もしてない30歳の僕の同級生と何かやってる僕と比べたら10年後も大きく変わってくるわけなんですよ。あっちが痛い、こっちが痛いとかね。あとはやっぱりテストステロンが出るから、その、まあ、頭としても剥げにくくなったりとかっていう多少のね、いい効果っていうのはあるっぽいよね。あぶれうる、そうそうそう、まあ男らしさがずっと残るっていうね。あとやっぱ肌もね、若々しさを保てるっていうのがあるから、だからもう前も話したことはありますけど、意外とね、その僕20歳の頃、大学生の頃から見た目あんま変わってないよねって言われることはある。まあ残念ながらその20代前半の頃に関してはあんまりその筋トレをしてなかったりしたんで、20代後半になってからね、26歳くらいからジム行ったりとか、家でもうなんか1時間2時間20秒でブワーやったりとかっていうのをまあなりわ日課にし始めたんで、まあ、そっからね、多分あんま年食ってないんだろうなと思うんだけど、まあ、ちょっと肌の張りとかはさすがに20歳の写真とか見たら、ああ今よりも当時の方がなんか肌若々しいなっていうのはあるけど、まあ、だとしてもなんだ、おお置いたのか、だとしてもまあね、やっぱり10年間その周りから見た時に変わってないねって言われるっていうのはすごい大きいなと思う。それはありがたいよね。まあさすがに30から40になって見た目の変化は変わってくるかもしれないけど、まあやっぱりだからグレートサイヤマンさんとか見ててもさ、あの人40いくつらしいね。びっくりして初めて年齢知った時、どう見ても30代前半の見た目しか見えないもんね。筋肉も、あ、筋肉は、まあ、若いけどなんか40代って言われても納得するけど、サイヤさん40歳っていうのは、へえマジでってなるよね。あと山沢秀明っていうのだったっけ、まあでも筋トレ YouTuber の山沢さん、ごめんなさい、秀明だった気がする。レイ明じゃない。うん、レイって書くけど、秀明だった気がする。うん、なんかもさ、うん、まあアクトレさんとかね、ナースケさんとかは、明らかに見てて若いっていう、20代っていうのは見えてわかるけど、でも、ね、山沢さん30今年で5らしいね。35 87年生まれだから35になったのか、35になったのかっていうのを考えて、いや分かるなと思ってみたね。これね、1周目の時にね、引かれて死んじゃったからね、シンプルに見た目若いわーってね。やっぱ若い人、やっぱ見た目若くないとね、年食った時にね、なんかこれ偏見かもしれないけど、やっぱり年食ってさ、もうそれ相応の見た目になってくるさ、その見た目だけじゃなくてさ、その見た目のせいでさ、なんか加齢臭とかがやばいみたいな、そういうさ、なんか二次の弊害が生まれてきそうな気もするんだよね。っていうと、やっぱ見た目ってだから大事だから、ちょっとでも若くいたい。だってさ、石田純一さんとかってさ、もう年齢がもう60いくつ、ちょっと通れない、年齢が60いくつだからさ、あの人のなんか臭そうって感じしないじゃん、加齢臭とかで。だけどね、年相応の人とか の普通の見た目からするとさ、あ、うわ加齢臭きつそうとかって思うもんね。そういうのがあるからさ、やべ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 、
そういうのね大事だよね。見た目でやっぱちょっとか見た目、人は見た目じゃない中身だとかっていう人ってたくさんいるけど、いやまずその中身を見てもらえるかどうかっていうのが、一次審査みたいな、一次面接って結局見た目になるからね、そこがダメって思われてる人はもうそもそも中身すら見てもらえないってなっちゃうから、そこはね勘違いしちゃダメだよね、と思うけどな。だって見た目でさあ、こいつなんかちょっとタイプ的に嫌だなって思う人、本当にその本当に素晴らしい人徳者だったとしても、なんだこれ、本当に素晴らしい人徳者だったとしても、あんまりコミュニケーション取ろうって思ってもらえないまま終わるっていうのはね絶対あると思うから、見た目は大事、そこは重要視した方がまず間違いなくいい。それを筋トレでボディメイクをするのか、髪型をおしゃれにするのか、服装でやっぱりあのおしゃれな服装をするのかっていうところですね。その、あとはなんだろうな、お肌のケアをして、顔とかをそういう風に見せるのかっていうところ、そこら辺がやっぱりね、いずれも何にも努力してないっていう人がいたとしたら、そういう人に限って人は見た目じゃない中身だとかって言うんだけど、あなたまず見た目を、見た目でも拒否されてるから中身すら見てもらえない状況なんだよっていうことをまずはご自覚なさってはいかがでしょうかっていう、ちょっと嫌味っぽく言うとそんな感じになっちゃって、そこら辺結構ね大事だったりするよね。はい、ということでですね、もう間もなくチャプター1も終わるというところですので、区切りがいいところでね、区切り終わりたいと思いますね。今回、前回ね、やっぱ2パートに区切ったりとかしたけど、やっぱ武器が強くなるとこういうことになるんだね。2周目って気持ちいいよね。苦労したのがさ、サクサクっとできたらさ、1周目のドキドキ感はなくなるけどさ、2周目は2周目のその爽快感、スッキリ感っていうのがあるからいいよね。こいつもこの場でね、キリを入れずにね、普通にマシンピストルでドカドカ撃ってたら倒せたんじゃないかなと思うけどね。はい、ということでね、ぜひね、チャンネル登録ボタンと、チャンネル登録ボタンと高評価ボタンもね、押してもらえると励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。